つ森。匠ライフとたらき開発による合同のお花見会です。様々な方面に気を使わなければならない会社の飲み会、ほぼ接待に等しい空気感。まずは会場の雰囲気を盛り上げようと率先して静江さんがマイクを握っていきます。話を合わせて無理に笑って少し上の世代の歌を歌う。満開の桜の木の下で社会人特有の疲れ方をしていきました。あの息苦しい空間からようやく解放されました。ストレス発散にとやってきました一人カラオケ、ついにやっと自分が歌いたい歌を歌います。そもそも社会人とはまだまだエケチェンです。歩いているだけで偉い、ご飯を食べているだけでも偉い、まして会社のために仕事をするなど天才児のバブちゃんです。周りに気を使わないプライベートの時間を噛みしめていく安堵の表情も覗かせています。自分の機嫌は自分で取っていく社会人としての処世術でした。あつ森。二人っきりでジュースを飲んでいます。いわゆる差し飲みです。ここからどのようにいい感じの雰囲気を作っていくのか。ただいまいちこうした状況に慣れていない感じがビンビンと伝わってくるグラハムです。横目でチラッと中古を確認、少し気まずそうにしています。それにしても見つめる時間が長すぎるのではなかろうか。敵を知り己を知れば百戦危うからず、まずはしっかりと相手を観察。まだ何も始まっていませんが、どこから攻め落とそうか。ここで限界が来たのが中古です。カメラに逃げていきました。あつ森。ゲームの冒頭、インテリキャラとしてここははっきりさせておかなければなりません。この石像、見えるのか見えないのか、いろいろな角度から観察していきますジャックです。そのための黒縁メガネ、しっかりとピント待っています。ただ誰かに見られては少し恥ずかしい状況、足を止めていち早く真実を確認したいところです。右太ももで絶妙に隠れています。回り込めば見えるんでしょうか。そこにやってきたのがアップルです。イケメンの見てはいけない瞬間を見てしまったのか。ここは気を使って何も言わずにスルーしていきました。あつ森。大きくため息をつきました。リア充撲滅委員長です。これから始まる憂鬱な時間、その心情を表すかのような大雨です。離島からの帰りの航路、また頭頂部に怪我ない男と二人っきりにならなければなりません。普段からリア充絶対許さないマンをやっていますが、その自分自身がリア充のような状況になってしまう。ここは団長の思いで乗り込んでいきました。さあ耐えることができるか。厳しかった。ちっちゃいモノクラブ、頭身が低い可愛い住民だけを集めた島。顔面偏差値も非常に高くなっています。可愛いの渋滞交通事故という案内所前、ゲームを起動するだけで目の保養になります。ただこうした状況の中で悩みを抱えているのがメープルです。この先生き残っていけるのか。可愛い以外の武器が必要になってくるのではないだろうか。周りのレベルが高すぎるがゆえに自分の立ち位置、そのポジションを見失っています。周りからはアホみたいなドラムの音も聞こえています。もう少し自由に楽観的に生きてもいい気もしますが、なかなか視線が上がってきませんでした。何度も意識を失いました。何度も三途の川を渡りかけました。負けて負けて負けを重ねて、その果てに掴み取った大きな勝利。力を精一杯込めて左手でわしづかみにしています。動く金メダルタランチュラ。一発アウト危険な毒虫を卓越した昆虫採集スキルで制していきました。もはや敵なし、自信に満ちたこの表情。火影か海賊王か新世界の神にでもなったのか。友情、努力、勝利、全てが詰まった虫網一戦、無人島に平和が訪れました。